この相手はね、まあ究極級だからね、まあ超究極級ではないですけど、究極級もやたら硬いので、時間はかかりますね、倒すまでにね。で、戦法としてはやはり口を溜めていく感じですね、まずはね。これなんで抜け作戦線入れていくかっていうと、毒が効かないからですね。毒が効かないっていうのは強いんですよね。 赤属性でね、毒効かないとかっていうキャラクター持ってないからね、私ね。クリオ毒、この毒を解除できないんだよね。織姫とかいりゃいいんでしょうけどさ。で、抜け作先生は毒効かないってことで赤属性じゃないけど入れてるんですよね。ガードきた？ 90% ガードだから、ここは割らないで貯めた方がいいですね。はい、ここで割ります。まあ、工場を入れてたら回復が間に合うでしょう。友情マンでは間に合わない可能性がありますけどね、回復がね。どうしようかな。あ、シリュー入れよう。またプチを貯めていくコース。だいぶ削れてるね。いいですね。4発入りましたね。ここはまた土を溜めていく感じですかね。この暗闇は1ターンしか続かないから、さほど警戒しなくたっていいですね。そんなに警戒しなくたって。ここはどうしようかな。ハートでも割っとくか。で、抜け作戦成功。この辺は青作る、赤作れたね、緑ね。はい。どうしようかな。攻撃行こうかな。少し回復させようか。これで回復プラス攻撃。はい、また作れますね。緑が溜まりましたね、ここにね。なんだ、ガードが来るのか。あ、強力な技が来るってか。強力な技が来るって言われても、つなげときましょうね、ここに。いいじゃん。あ、6しかないか。6しかないね。6割っとくか。回復、来ましたね。反撃ですね。どっか割るとこないの。赤とか繋がんねえ、この辺。青繋がるか。繋がんなかったか。回復入れときましょうかね。
ここはワルコスタな。登場で回復。これなんかね、ブリーチのキャラ入れときゃね、攻撃力上がるらしいんですけどね。まあでも一が持ってたけど他のキャラクター持ってないんですよね。まだ育ってないんだよね。名前わかんないけど、グレシャムとかあの連中まだ育ってないんだよね。手に入れたばっかなんでね。というわけで毒化の人を入れてるけど、あらら、当時割れませんね。あと1ターン耐えられるかな。ああ、きつい攻撃来るね、やっぱりね。ここはハートでも割っときましょうかね。で、登場で回復させて、なかなかプチが作れないですね。登場入れて割りましょう、ここ。あ、いいですね、攻撃できましたね。どうしようかな。回復でも入れときましょうかね、早めにね。硬いですね。ああ、さっきボタン間違えてサルくん使っちゃったからね。もう暗闇解除できないよ。で、ここは登場終わる。いいですね。毒のキャラなんかいないよーで残念でした。ここは攻撃に行ってくか。タドコロ水に入れときましょうね。で、ここでハートを割って緑をつなげられるようにしとく。これね、相手はね、減るとね、ほらハートプッチあるでしょ。これ 80% ガードしてこのハートが来るんだよ、そのうちね。このハートまでに倒しきれない時はもう回復されちゃうんで、ここはもう回復を見越して、回復されることを見越して先に靴を作っちゃいましょうね。で、ここで攻撃力の高い攻撃を組んだね。そういうことやってくるような人に見えるよ。ああ、いらんとこに作りやがった。ここはハートでも割っときましょうかね。強力な攻撃をしたでしょ。
で、ここでハテナを入れましょう。で、これ次のターンハートあるでしょ、これ半分ぐらい回復するんじゃないとね。はい、半分回復しましたね。そうやるの知ってたから。はい、じゃあここで攻撃ですね。これ何？攻撃いきます。これ究極の相手なんだけどさ、硬いでしょ。さらに超究極なんていうのはね、さらに硬いんですよ。もう回復から2体入れてもさっき間に合わなかったぐらいですからね。はい、攻撃いきます。攻撃と回復。6しかないね。どうしようかね、6しかないから、ここ削っとくか。これで倒せるかな、あと1回かな。倒しきったかな。はい、倒しきりましたね。ちなみにこの究極級でもね、1体はもらえるんですよね。